男結びの解説を始めます。右から通して左手でこのように持ってください。次に左手の人差し指と中指で挟んでこのように一周巻きます。右手を末端に、左手をループの2本に持ち替えてください。末端を強く引き込みます。末端を時計回りに左手の奥まで回します。左手でさらに押し込みます。右手でループに通して引き締めます。左手の親指でループを押し上げます。末端を左手に持ち替えます。元紐を強く引き締めたら、男結びの完成です。この男結びは、僕の本業の造園業で、支柱の結束などによく使われる結びなんですけども、弱点があって、内部から力が加わってしまうと外れてしまうという弱点があります。実は男結びには2種類存在していて、本来の男結びはこのように引っ張ってもびくともしません。片やもう一方の男結びはというと、このように瞬殺です。瞬殺です。この違いの原因は、ループから紐を通すところにありました。先ほどご紹介した結びは、支柱にかけるループの手前にこのように通しましたね。本来の男結びはそうじゃなくて、支柱にかけるループの中に末端を通さなければなりません。この末端の引き方の違いが強度の違いを生んでいたんです。じゃあ支柱にくくりつける男結びで緩みが出ないようにするにはどうしたらいいか。それはループに通すときにですね、2回巻きつけて最後引き締めてください。そしたら抵抗が増えて緩むことはありません。2度巻きした男結び外してみて、その強度を見てみました。引き締めたらね、引っ張ってますよ。ギューギュー、ね、こんな感じでびくともしないですね。ただこの支柱にくくりつける男結びも、まあこうやってね、木の成長に合わせて緩んでくれるっていうメリットもありますから、使い方やと思うんですよ。今回紹介したその緩むパターンと緩まないパターンと使い分けて使用していただけたらと思います。チャンネル登録はこちらをポチッ。今後の動画作りの参考になりますので、ぜひコメントお願いします。Twitter ではライブの事前予告や日常をつぶやいています。フォローよろしくお願いします。そしてブログも見てね。ご視聴ありがとうございました。